奴らはすでにゴーマに。ここに隠れろ、ベルベット。俺はセリカを助けに行く。怖いよ、アーサー兄さん。これを持っていれば大丈夫だ。セリカが魔法をかけてくれた生きる勇気をくれるリンゴだ。本当？本当さ。俺が嘘をついたことがあるか？セリカを助けたら迎えに来る。いいか、怖くてもくじけるな。何があっても諦めるんじゃないぞ。絶対諦めないよ。私はラフィーのお姉ちゃんで兄さんの弟子だもん。あの日から世界は変わった。魔物に疲れた人々、人間を食い殺す地獄に、絶望に凍りついた私の心が感じるのは、血まみれの肉の味とあの男への憎悪だけだ。起きて、ラフィー。朝だよ。おはよう。もう、ラフィーって呼ぶのやめてってば。子供っぽい。いきなり文句とは、調子いいかな？ちょっと熱があるわね。今日はおとなしく寝てなさい。ちょうど新しい薬が届く日だし。僕、岬に行くつもりだったのに。ダメ、今日は我慢。本くらい読んでも。ベルベットを困らせるな、ライフセット。そんなつもり。アーサー兄さん、もう巻き割りを？ああ、一冬分やっておいたよ。だが、出かける用ができてしまってな。薬の代金は少し待ってもらってくれ。なら私が稼いでくるよ。ウリボアを何匹か狩れば薬と交換できるでしょ。お前一人でか？
アーサーの先訓その1、作戦は堅実に、対応は柔軟に。わかった。弟子の腕を信じるとするか。すまんが頼む。ごめんね、お姉ちゃん。ごめんもすまんもなし。家族なんだから当然でしょ。では行ってくる。お粥を作ってあるから食べてね。夕方前に戻るから。わかった、気をつけてね、お姉ちゃん。ウリボアの狩り場といえば村の外の沈めの森よね。ラフィーの薬のため気合い入れないと。そういえばアーサー兄さん、最近夕飯にあれを食べたいってリクエストしないな。いろいろ物騒で村の仕事にも駆り出されてるし疲れてるのかな。よし、今晩はセリカ姉さん直伝のウリボアの肉たっぷりなのにさっぱりシチューにしよう。栄養満点のお肉を食べれば疲れも熱も吹っ飛ぶわよね。はあ、7年前の開門の日以来、世の中はすっかりおかしくなっちまった。寒冷化に飢饉、何より人間が化け物になっちまうゴーマ病の流行だ。まさか人がゴーマ病。原因も治療法もわからないのよね。ああ、ただはっきりしてるのは、化け物ゴーマになった奴らは異常な力で暴れ出して人間を襲うってことだ。まるで地獄の門が開いてこの世とつながったみたい。かい、そういやセリカが亡くな、お前の姉さんは、セリカ姉さんが、バカだね。こ、ねえベルベット、ライフィセット元気になった？ううん、まだちょっとかな。残念。良くなったら、ええ、よろしくね。ライフセットの病気だいぶ長いわね。相変わらず大変ね。ありがとう。それに兄さんが、私も頑張らなきゃ。やっぱりし、本当？そう。森に行く前にいろいろ買い足しておいた方がいいかな。お金に余裕はないけど、勝敗は戦う前の準備で決まるって。兄さんも言ってたし。ゴーマ病は聖主様が下され、聖主、世界は死中、恐れよ。大丈夫？なんの、ああ沈めのほ、分かってるわよ。そうじゃ、ウリボはこの辺りにいるはず。ウリボは見っけ。Let's go.
こんなものかな。よし、この調子で借りまくるわよ。その2、敵を知り、その弱きを攻めろ。へい、そこよ。へい、そこよ。こんなものかな。薬と交換できそう。お店に持って行こう。危ないわね。また崩れて穴が広がってる。柵を作った方がいいって何回言っても、触れちゃいけない場所だからって。セリカお姉ちゃんにもよく脅かされたっけ。ここは地獄に繋がってるのよって。そんなの信じるほどもう子供じゃないけど。こんなものかな。
こよ。まあまあね。あんたたちもしかして私が飼ったウリボアの。千君その三、剣を抜いたら迷うな。非常の戦いは非常をもって制すべし。ジャリーズ、タイマシの技、自負と不安、敵への同情、勝利の歓喜。お前は感情が豊かすぎる。それではいつか破滅するぞ、うん、まあこの子の長所でもある。え、分かってるさ。だがそれでは兄さん、アーサーの戦訓その4だよ。勝利を確信しても油断するな。はい。ともかくこれでライフセットの薬代を払えるだろう。売る方の売り場は俺が先に店に届けておこう。先に会う予定だった知人が遅れていたな。おそらく今夜は帰れない。それを伝えに来たんだ。薬はお前が受け取ってくれ。うん。もう一つ、村の近くでゴーマの群れを見た。万が一襲われたら迷わず逃げるんだ。ううん、ゴーマが来たって私が。ゴーマと戦えるのは大魔師の力を持つ者だけだ。それが現実の断りだ。感情ではどうにもならない。私も慣れないのかな、大魔師に。なぜ鳥は空を飛ぶのだと思う？なぜって、飛ばないと餌を捕まえられないし。大魔師になるには特別な才能が必要なんだ。だがそれを持った人間はもうほとんどいない。はい。明日はセリカたちの命日だ。なるべく早く戻るよ。うん、お姉ちゃん直伝の騎士を作って待ってるから。Thank you.
あのウリボアたち、兄弟だったのかな。見逃してあげればよかったかな。けど、それじゃラフィーの薬代払えないし、狩りのおかげで薬も買えるし、栄養だってつけられる。これは仕方のないこと、理性的な判断なんて、いちいち悩む時点で感情に振り回されてるよな。食料の買い出し？さ、そっちは狩りの帰り？うん、大量だった。頼もしいね。あんたが男だったら絶対惚れるわ。よかった、女で。女子ならもうちょっとおしゃれしなさいよ。使ってた櫛が割れちゃったのよ。新しいのは？そりゃ買いたいけど。おじさん、櫛乙女価格にならない？はん？いきなりなんだ。いいってニコ、今日はライフセットの薬を買いに来たんだし。ベルベット、アーサーにも伝えたんだが、例の薬まだ入荷してないんだ。え、なんで？もしかしてゴーマのせい？町の方でゴーマ病がひどくなってるそうだ。この辺りもゴーマの群れがうろついているようだし。いつ届くの？わからん。届いたとしても値がいくらになるか。そんな、ミッドガンド王国は何やってるわけ？軍隊とかいるでしょ？そんなもの、とっくにゴーマに蹴散らされちまったよ。ここは大丈夫だよね？ベルベットのお兄さんは大魔師なんだし。どうだかな。アーサーの右手は怪我で動かんのだろう。そもそも自分の妻子も助けられなかったんだし。薬届いたら知らせて。もちろんだ。これはサービスだよ。ベルベット、覚えてるよね？特製キッシュの作り方を教えてくれる約束。獣医見習いの人にプレゼントするって、あれ本気だったの？もちろん。お願いね。私の人生の一大事なんだから。けどおじさんたちに反対されたんでしょ？周りがどう言っても関係ない。大事なのは私の気持ちなんだから。いいこと言うわね。私が男だったら絶対惚れるわ。でしょ？ラフィーお腹空かせてるだろうな。急いで帰らなきゃ。ただいま、セリカ姉さん。もう7年も経つんだよ、姉さんとお腹の子が亡くなってから。しまった、プリンセシアの花お供えするの忘れちゃった。姉さんもお父さんもお母さんもあの花が大好きだったのに。生まれてたらきっとこの子も。ごめんね、明日岬で摘んでくるから。
おかえり、お姉ちゃん。ラフィー、寝てなさいって言ったのに。ちょっとだけだってば。ほら、熱下がってない。すぐご飯の支度するから横になりなさい。ごめんなさい。何これ？羅針盤。磁石を利用して方向が分かる道具なんだ。そんなの太陽や星を見ればいいじゃない。天気が悪くても分かるんだってば。この発明のおかげで長い航海ができるようになったんだ。ほら、船が揺れても正確に測れるように、ここが動いて水平を保つようになってるんだよ。すごいでしょ。さっぱりわかんない。冒険の必須アイテムだよ。なんでわかんないかな。また今度ゆっくり説明して。怪我しなかった？怪我どころか大量だったよ。兄さんも言うんじゃないかな。そろそろベルベットは免許皆伝だな。で、アーサー兄さん、今日は帰らないんでしょ？なんでそれを？シアリーズが来て教えてくれたから。兄さんの精霊。あんた、本当に精霊の声が聞こえるのね。うん、大魔師の才能なんだって。あんたなら兄さんに負けない大魔師になれるかもね。兄さんの本を読んでいろんなこと勉強してるし。そうなりたい。お姉ちゃんと一緒に旅をして不思議なものをたくさん見たい。狩りだって焚き火集めだって僕がやるし、ゴーマが来たって守ってあげる。そうしたい。だけど。なってくれなきゃ困るよ、ライフィセット。あと20年後くらいで。そんなにかからない。じゃあしっかりしてることを証明して。まず柔らかいミートボールシチューを作るから、食欲がなくても頑張って食べることで、苦い薬もごまかさずに飲む。できる？もちろん。じゃあ料理開始。まずは暖炉に火をつけてっと。兄さんが作った薪って火付けが楽ね。何かコツがあるのかな。お姉ちゃん、シチューにほうれん草は入れないでね。好き嫌いすると大きくなれないわよ。そうだけど今日は。仕方ないわね。今日は特別にほうれん草なしで、あんたの好きなカレー味にしてあげる。ありがとう。2階に兄さん特製のカレースパイスがあったわね。これこれ、辛さはないけどすごくいい風味なのよね。そうそう、今日ニコに重大な相談されちゃったの。今度うちに連れてくるからよろしくね。うん、相変わらず仲がいいね。まあね、あの子とは長い付き合いだし。それにしてもあのニコが恋なんて。ラフィー、あんたも好きな子とかできたらちゃんと私に相談しなさいよ。好きな子？あんたは意外に頑固だからちょっと年上がいいかもしれないわね。あと料理が上手かどうかもポイントよ。上手な子なら大体間違いないと思うわ。もう何を言ってるの。お姉ちゃんこそ自分のお婿さんの心配をしたら。お婿？私はいいのよ。セリカお姉ちゃんの代わりにあんたとお兄さんのご飯を作らなきゃならないし、そもそもよその男の人を好きになるとかよくわかんないし。ラフィー、どうしたの？
丈夫？今水を持ってくるから。平気だよ。お姉ちゃんが変なことを言うからちょっとむせただけ。ならいいけど。ごめん、ちょっと話が飛躍しすぎたね。先が思いやられるよ。でも仕方ないのよ。弟の心配するのはお姉ちゃんの仕事みたいなものなんだから。わかってるけどね、弟だって心配してるんだよ。お姉ちゃんに幸せになってほしいって。僕だけじゃない、アーサー兄さんだってそう願ってるんだ。家族だからね。うん、家族だから。ありがとうラフィ。やっぱり私はあんたのためならウリボアを千匹殺したって後悔しないよ。あっと、いけない、早く夕飯を用意しなきゃね。えらいえらい、薬もちゃんと飲めたね。約束したからね。明日は火の夜になるよ。そうなんだ、あの日と同じ夜に。ねえ、今日は一緒に寝てもいい？もちろん。干し肉を作って、とっておきのチーズでキッシュを。あれ、ラフィー？ちょっと、どこ行ったの？まさか、一人で村に？おお、熱下がってないかもしれないのに。おじさん、ライフセット来なかった？いや、知らんが。その本、兄さんの。ライフセットが書き写した写本だ。しかるべき商人におろせば高く売れる。正当な値で買い取らせてもらったよ。あの子、こんな分厚い本を。羅針盤、そうか、あれを買うために。いや、欲しそうに見てたけどな。おまけにつけてやろうかって言ったんだが、それじゃあ俺が損をしちまうって。いい子だが商売には向いてないな。じゃあ、あの子、お金を何に？俺は口止めされてるんだ。本人に聞いてくれ。ベルベット？ライフセットが出歩いてたけど大丈夫なの？大丈夫じゃない。どこで見たの？森の方に行くっぽかった。探すのを手伝うよ。お願い、ニコは念のために村の中を。私は森に行ってみる。もしかしてあの子、岬に花を摘みに行ったんじゃ。
まあまあね。ラフィー、お姉ちゃん動ける？熱は？平気、ちょっと休んでただけ。まったく、何してんのあんたは。黙っていなくなって動けなくなったらどうする気だったの？そうなったら苦しむのはあんただけじゃないんだからね。ごめんなさい。したいことがあるならちゃんと言ってよ。そりゃ欲しいものも買ってあげられない情けないお姉ちゃんだけど。違う、そうじゃない、そうじゃなくて、そうだ、お墓の花忘れてた。うん、だから僕岬に積みにだけじゃなくて海が見たいんでしょ。それもあるけど今日は特別よ。一緒に行こう。いいの？その代わり今度黙っていなくなったらベッドに縛りつけるから。はい。じゃあ、岬へ出発！出発！さあ、行くわよ！ヘイ、そこよ！はっ！ヘイ、そこよ！一気に行く！はっ！ヘイ、そこよ！はっ！ヘイ、そこよ！こんなものかな？セリカお姉ちゃんたちのお葬式の朝も、二人でプリンセシアを摘みに行ったわね。うん、四歳だったけどよく覚えてる。村にも岬にも花がなかったんだ。そう、ゴーマに荒らされたから。そしたら突然あんたが崖から降りようとして、お姉ちゃんは慌てて僕を捕まえてすっごく怖い顔をして怒った。当たり前でしょ、あんたまでいなくなったら私どうしたらいいか。アーサー兄さんがいるよ。お姉ちゃんのこともこの世界のことも兄さんがきっと何とかしてくれる。それはそうだろうけど、あんたがいなきゃ寂しいのは同じなんだからね。わかってる、ごめんね。でもあんたが降りようとした崖の下にプリンセシアが二つだけ咲いてたんだよね。あの時風がふわっと吹いてきて、セリカお姉ちゃんと同じ香りがしたんだ。そうだったね。だから私は思ったんだ、あの花はお姉ちゃんからのメッセージだって。知ってる？プリンセシアの花言葉。かけがえのない宝物、いくいく年も健やかに。そう、私の気持ちも同じよラフィ。うん、僕もだよお姉ちゃん。行くわよ、ヘイッソ合格、ヘイッソこよ、クリア、ハッ、ヘイッソこよ、クリア、合格、ヘイッソこよ、クリア。こんなものかな。ラフィー、うちに帰ったらリンゴブー作ってあげよっか。リンゴブーって何？釣り下ろしたリンゴのことよ。小さい頃風邪をひくとセリカお姉ちゃんが作ってくれたの。甘酸っぱくて果肉がシャリシャリのトロトロで、それを食べるとすぐに風邪が治っちゃった。リンゴが体にいいのは本当だけど、どうしてリンゴブーなの？赤ちゃんの私がリンゴを食べたがってブーブー言ってたからだって。それでリンゴブーか。でもリンゴを見てブーブー言うなんて、お姉ちゃんは変な赤ちゃんだったんだね。あんたも赤ちゃんの時言ってたのよ。それを見てセリカお姉ちゃんと私は大笑いしたんだから。ブー。さあ行くわよ、ヘイッソ、はっ、
か。合格せいかよ。せいや。さあ次よ。はっ。せいや。まあまあね。咲いてる。変わらないね、ここからの景色は。変わらなくないよ。季節や風や天気で海は全然違うんだ。それに海の向こうの景色も。海の向こう？時々わかんないこと言うわよね、あんたって。お姉ちゃん、今日は連れてきてくれてありがとう。何よ、改まっちゃって。ねえ、ラフィーは知ってる？なんで鳥が空を飛ぶか。そうじゃないと餌が取れないからだよ。敵からも逃げられないし。だよね。でも僕は思うんだ。翼を持った鳥は。はっ！ゴーマ！ライフセット、苦しくても頑張って走って。お姉ちゃん怖くないよ、あんたならできる。きっと兄さんみたいになれるから。やめて、ダメだよ。逃げて。なんでコウマが一人で逃げるなんて。やだ。嫌でもやるの。感情で動いてたらあんたまで死んじゃう。でもお願い、逃げて。そこよ、豪華実験。そこよ、そこよ。兄さんの言った通り。けどだからって。やめろ、僕が相手だ。私、なんで家に。お姉ちゃん、ラフィー無事だったんだね。ごめん、僕のせいだ。違うよ、あんたがいてくれるから。私は前の割れちゃったでしょ。お姉ちゃんの髪綺麗だからちゃんとしないともったいないよ。僕が作るよ、お姉ちゃんが幸せになれる世界を。
火の夜、なんで全部夢なんかじゃない。あの子はどこ？一体何が起こってるの？怖がってる場合じゃない。ラフィーを見つけるんだ。ベルベット、よかった、兄さんが守ってくれたんだね。これも立つべき感情か。お姉ちゃん逃げて。あ、兄さん。かつてこの場所で地獄の蓋が開いた。そして今夜、旧姓の力が復活する。ライフセットの命を生贄にして。何を言ってるの。兄さんやめて。話しなさい。それは世界への捧げ物だ。なんで。もう絶対に助からない。嘘だ嘘だ嘘だ。やはりお前は感情に従うのだな。
手でゴーマを食らうゴーム。フーマか。アーサにゴーマ病が広がったのだ。だが案ずるな。この痛みは私が大麻師アルトリウス・コールブランドが止める。鳥がなぜ飛ぶか、これが俺の答えなんだよ、ベルベット。アーサー、許さなくていい。全ては私の罪だ。アルトリウス。こうして私の世界は終わった。あれから3年。落とされた闇の底で私は喰らい続けた。ゴーマの血と肉を。生きるために生きて、あの男を、弟の敵を殺すために。Ah!
あの男はどこにいる？まずは試さねばなりません。教える価値があるかどうかを。はっ！はぶたえ！はっ！はぶたえ！はぶたえ！はぶたえ！そこよ！呪いを切るよ！はぶたえ！はぶたえ！ふっ！そこよ！呪い！はっ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 ！行くぞ！行くわよ！価値がなければ殺します。お覚悟。呪い、ジャイアン。はっ、そこよ。呪い、ジャイアン。はっ、はっ、そこよ。呪い、ジャイアン。はっ、はっ、そこよ。呪い、ジャイアン。はぶたえ、はぶたえ。ふっ、そこよ。呪い、ジャイアン。ふっ、そこよ。呪い、ジャイアン。そこよ。我が日はシャッカ。そこよ。呪い、ジャイアン。我が日はシャッカ。そこよ。呪い、ジャイアン。やっ。そこよ。呪い、ジャイアン。流火剣。そこよ。呪い。なぜ全力を出さない？合格ですね、それがわかるなら。あの男の精霊がこの程度のはずないでしょう。もうあの方の精霊ではありません。うん。まずこの3年間に起こったことからお話ししましょう。今世界には多数の大魔師が存在し、組織だってゴーマに対抗を。いえ、アルトリウスはどこだ？ミッドガンド領にある王都ローグレスにいらっしゃいます。知らなくてよいのですか？あの夜見たものが何なのか。あの夜、あの方がなされた儀式を境に世界は変わりました。多数の精霊が降臨し、それを従えた大魔師たちがゴーマの反乱を食い止めたのです。今や大魔師の組織聖霊を率いるあの方は、王国からも民衆からも絶大な信頼を得ています。人を守る盾にしてゴーマを狩る剣、救世主アルトリウス・コールブランドとして。ライフィセットを犠牲にして得た力でしょう。ですがまだ完全ではありません。今なら殺すことができます。なぜあんたが？理由は無事に脱獄できたらお話しします。脱獄か。いいわ、誰が何を考えようが、私はアルトリウスを殺す、それだけよ。首輝は断ち切りました。急ぎましょう。
まずは装備を。この先の部屋に武器がありました。騒がれてはいません。当然ね。この部屋で装備を整えましょう。囚人から没収した品が保管してあるようですね。ロープか。これは使える。すごい刀。その太刀はゴーラン？なぜこんなところに。私には大きすぎる。いいのですか？ゴーランは希代の名刀ですが。どんなにすごくても使いこなせなきゃ意味がない。よし。準備はよろしいですか？何をしている！気をつけて。ただの兵士ではありません。武装隊ましです。効果点そこよ。呪い。慣れたものね。言ったはずです。私はもうあの方の精霊ではないと。船の用意は？ここが島だとご存知だったのですね。ええ、凶悪犯を集めた監獄島ってことも、ゴーマが大勢収監されてることも、餌が命乞いしながら教えてくれたわ。港は島の表と裏に一つずつ。私の船は島の裏手につけてあります。了解。裏の港ね。あれは特殊な霊力の塊。ある精霊一族の魂のようなものです。3年前の降臨の日以来、世界中に出現しました。降臨の日。これもあの夜の余波なのか。集めておけばその精霊一族の協力を得られるかもしれません。信じろって？強制するつもりはありません。どうするかはあなたが決めてください。とりあえず拾っておくわ。使えるものは何でも利用する。はい。そうでなければ
あの方は殺せないでしょう。警備が来ます。数は2人。こっち。聞いたか、島の外周道が立ち入り禁止になった。地盤が緩んで崩落の危険があるらしい。監視塔の下を通る道か。もともと感動だし問題はあるまい。港をつなぐ近道だったんだな。港をつなぐ外周道、監視塔の下。警備兵が数名所在不明になった。何者かが島に入り込んだらしい。全大麻所は2体に分かれ、表門と裏門に集合せよ。了解。これで袋のネズミですね。油断はするな。賊がネズミとは限らん。はっ。さすがに手強いですね。なら、こっちも戦力を揃える。牢獄はどこ？この階にあるはずですが、囚人たちを巻き込むのですか？そうよ。利用できるものは利用する。なんだ貴様らは。参ります。呪い邪魔するなら始末する。今から檻を開ける。全員でこの島を出る。マジかよ。二手に分かれて表門と裏門へ向かえ。門を突破すれば船が手に入る。でも大麻師が守ってるんだろ。ここから生きて出られたのはバン・アイ・フリードって海賊だけなんだぜ。やつだってメルキオルとかいうジジイ大魔師が連れ出したんだ。自力で出たわけじゃねえ。海賊アイフリード、メルキオル。強制はしない。この檻の中で生きたいやつは残ればいい。俺はやるぜ。どんな目が出ようが、やってやる。今より帰って家族に会うんだ。俺もだ。おう、開けろ。お姉ちゃん、悪党にはちょうどいい。まずい餌にも飽きたしな。シアリーズ、殺せ。他の牢も開けろ。これで警備の目はあいつらに集まる。こっちは監視塔を探すわよ。塔から外周道に降りて港に抜ける。共に戦うのではないのですね。言ったでしょ、利用するって。
あんたは逃げないの？タイマシたちを甘、ま、ここを管理、すごいだ、タイマシたちのゴーマになっちま、そのちょう、ここにつか、私の S 情報で万一ここ、助かる、そんなみ、いやはや、詫び物しかえん？じゃあの主らはすやっと安眠しとるわしを起こしよってからに、まさに極楽から地獄と思ったらマジ牢獄じゃしこの切なさわかるじゃろ。あなたはよう聞いた。自分で言うのも嬉しいが、わしこそは発光視界を股にかけドラゴンも笑う大魔法使い、その名もマジギギカミルディンドディンノルルンドゥ、略してマギルーと覚えおけ。マギル、違う、隣の客はよくかき食う客だの、かき食うのアクセントでマギルーじゃ。はっ、各力説しても分かり合えぬ人とは、悲しいものじゃって。ま、どうでもいいかの。背後を取られた。あいつは、やはりここは特別監獄、囚人一人とで油断はできませんね。大魔法使いと名乗っていましたが、あいつ精霊を刺激してた？いいえ、精霊の気配はありませんでした。ただの人間のはずです。なら魔法使いじゃなくて奇術師ね。次に仕掛けてきたら種ごと潰す。それで終わりよ。新手か。この者はゴーマ。来る。スピンさせん。見切れるか。さあ、もろい。捕らえられる。どうやら人間じゃないようだな。あんたもね。違いない。見切れるか。来ません。効果で。もろい。もろい。見切れるか。捕らえられまい。これ式で刃こぼれするか。大魔師のナイフも生クラだな。早くゴーランを取り返さないと。ゴーラン、あのたちのこと。ゴーランを見たのか。どこで。頼む、教えてくれ。地下の倉庫みたいな部屋。地下だな、かたじけない。変なゴーマ。
騒ぎが収まったら隙はなくなる。急ぐわよ。ゴーラン、まさかあのゴーマは。何？いえ、あの剣士のゴーマに少し驚いただけです。ものすごい殺気だったのに、太刀の話が出た途端別人のようになったものですから。真面目に考えても仕方ないでしょ、ゴーマのことなんか。それにしても風変わりな囚人ばかりですね。あなたのことでは。別にいいわ、精霊なんかにどう思われようとね。行くわよ。そこへ。呪い。はぶて。効果で。そこへ。呪い。流火黒。呪い。呪い。罠。呪い。呪い。ボトンブレイク。効果で。呪い。次に使え。済みましたね。急ぎましょう。まずは脱出が先か。監視塔はこの先のはずです。暴動はほぼ鎮圧した。お前も逃がさん。消え電極。呪い。来ます。羽舞台。消え電極。呪い。こっからや。どうやりましょう。そこよ。呪い。はぶて。トリガー。呪い。こい。消えていく。呪い。効果で。効果で。ボトン。行きましょう。囚人たちはもう時間がない。この塔から外周道に出るわよ。道が崩れてしまっている。これではロープも役には。まさかいくらあなたでも。あの子が落とされた祠ほどじゃない。あなたはこれほど。
強いのですね。まるで制約のよう、自身の言動に枷をかけて特別な力を得る儀式のことです。厳しい枷で縛るほど強い力が手に入る。その誓いはある意味呪いね。それをかけたのあんたたちでしょ。分かっています。だからこそあなたを。準備はいいわね。そこよ。呪い。呪い。呪い。ほとんど効果で呪い。呪い。片付いたみたい。行くわよ。このまま進むと表の港に出てしまいますが、侵入を察知された以上あんたの船は見つかったと考えるべきよ。ここは裏を書いて表を抜く。港はこの先ね。そこまでだ。オスカー、一等大魔士がこの島に派遣されていたなんて。驚いたよシアリーズ。君が賊に協力していたとは。まさかアルトリウス様の命なのか。いいえ、私の意志です。精霊が意志とはね。どうやら君を操っている者がいるようだ。待ってください。一等大魔士は二等とは格が違います。もう小細工は聞かない。第一、こいつに勝てないなら先に進んでも意味がないわ。ゴーマとはいえ女性、礼は尽くさせてもらうよ。我が名はミッドガンド聖堂王国聖領一等大魔士オスカードラゴニア。そちらは無礼なゴーマと覚えておこう。アルトリウス様より授かりし我が大魔の剣受けられるか。手ごわいな。精霊の一二体は潰す覚悟がいるか。非常の戦いは非常をもって制すべし。それがあんたたちの断りよね。いけない。精霊がゴーマ病に。制御が
将ですわ。私を食べてください。何を言って。私の体には命を捧げることを枷にした制約がかかっています。私を喰らって力を手に入れてください。前に進むための力を。どうして。私の心にもあるのです。あなたと同じ消したくても消えない炎が。あ、これはラフィーの。だから許せない。いてついた世界も人も結構面倒な女なのですよ。早く私の命が尽きないうちに。礼も謝罪も言わないから。必要ありません。私の望みも同じですから。大好きだったあなたたちとアーサーと過ごしたあの日々が。何が起こっている。どけサモナイト。お前も食らえ。行くわよ。そこへ呪い。トランクスライド。力を打ち返した。こんなゴンマがいるのか。そこへ呪い。ダイヤそこだ。食らい尽くせ。呪い呪い。とどめトランクスライド。ダイヤそこへ呪い。ダイヤそこだ。食らい尽くせ。呪い。ダイヤとどめトランクスライド。そこや。呪い。しまった。消え冷却。呪い呪い。ダイヤそこだ。食らい尽くせ。悪く思うな。お前のような強力なゴーマを世に放つわけにはいかない。ベルベットよ。あたしの名前アルトリウスに告げなさい。あたしはベルベット食らう。ゴーマも精霊も大魔師も食らい尽くす。最悪の
クーマだ。うわから飛び降りた時は死ぬかと思ったわい。お前は突然来て俺におぶさってただけだろ。おう、お前は、お前のおかげでゴーランを見つけられた。俺は六郎蘭月。これは俺の命の太刀なんだ。この恩は必ず返す。挨拶は後じゃ。急いで逃げんと囚人どもはほとんど制圧されたようじゃぞ。港はこの先よ。手伝って。ご機嫌斜めじゃよ。こりゃ概要はもっと荒れるぞ。船に詳しいの？いや、ほと火事の基本を知っているくらいだが。贅沢は言えないわ。頼むわよ。素人だけで船を出す気か？わかった。これもゴーランの礼だ。やってもな、こんな天気じゃすぐに方角もわからなくなるぞ。わかるわ。船には羅針盤ってものがあるんだから。牢の肥やしか魚の餌か、まあどうでもいいかな。待ってなさい、アルトリウス。セール。あ、下がって。そこへ。飛燕冷却。呪い。飛燕冷却。呪い。そこ。呪い。飛燕冷却。すまん、武器があれば力になれたんだが。背負ってるでしょ。いや、これは使えん。話すと長くなるんだが。さっきの子は？なんか怖いのがピューッと逃げていったわ。逃げていいわよ、あんたたちも。まだ恩を返していない。受けた恩は返すのが俺の信条だ。逃げるにしてもここがどこか確かめんと。わしらは哀れな遭難者じゃろ。それならこんなものが落ちていたぞ。地図。さっきの子が落としていったのか。
どうやらここはノースガンド領らしいな。ノースガンド領、つまり船を修理しないとミッドガンド領にあるオートには行けないってことか。ローグレスにどんな用があるんだ。脱獄してでも行きたいようだよな。ヘプシャイ立ち話は後じゃ。どこかに温かいスープと心温まる小話はないかの。近くにヘラビーサという町があるはずだ。小話は知らんが、飯も船大工もそこで探せるだろう。ベルベットはさっきの坊と知り合いなのかえ？何やら呼びかけておったら。別に精霊に知り合いなんていないわ。もうもうな。何何もマギもないが、あの坊は変わっておったの。確かにな、命令もないのに回復術でゴーマを助けやがった。おまけに羅針盤を盗んでいきよった。大魔師に従う精霊のくせに我欲のあるやつじゃわ。まあこっちもあいつの地図をいただいちまったけどな。いやはや悪党ばかりじゃな、わし以外は。うん、まったくだな。ちょい、そういうボケつぶしが一番の悪じゃよ。そうなのか。脱獄衆がいい気なものね。しかし、マギル、お前の話し方は見た目通り妙竹林だな。魔法使いにふさわしい威厳と年輪を感じさせねばならんからの。わしも魅惑のキャラ作りにはなかなか苦労してきたんじゃって。何事も修行ということか。ところで、魔法使いと魔女ってどう違うんだ。厳密に言えばいろいろ区分けはあるが、大雑把に言えばニュアンスの違いじゃな。倹約家とケチの違いといえばわかるかや。おお、つまり役に立つやつが魔法使いで役立たずが魔女ってことか。だとすると今のお前は魔女だな。かあ、にべもない。というかキャラ作りが役に立っておらん。北国の風が余計にしみるわい。